ホワイトキャッスルファストフードホワイトキャッスル英語はアメリカ合衆国のファストフードチェーン店運営企業アメリカ合衆国中西部及びニューヨーク都市圏で地域的にハンバーガーレストランを展開している創業は1921年でアメリカ合衆国における同種の事業の先駆的存在である同社は 正方形に作る小ぶりのハンバーガーで知られている。スライダーと呼ばれるこのハンバーガーは1940年代まで1個5セントでその後も長く10セントだったがその間に大きさが小さくなっていった。当初の1個5セントだった初期にはテイクアウトなら5個で10セントというクーポン券を広告にすり込んでいた。ホワイトキャッスルは1921年に カンザス州ウィチタで創業した。コックだったウォルター・ A ・アンダーソン、ワルテル・ A ・アンダーソンが、保険会社出身のエドガー・ウォルド、ビリー・インラム、エドガール・ワルド・ビリー・イングラムと組んで、ホワイト・キャッスルを広め、チェーン店に成長させたのである。当時のアメリカ人は、アプトン・シンクレアの1906年の小説によって、食肉化工業の劣悪な衛生状態が広く、 知られるようになって以降、ひき肉を食べることを躊躇するようになっていた。ホワイトキャッスルの創業者たちは、食肉加工業の清潔さを疑問視する当時、広まっていた認識を変えようとした。清潔さを印象づけるため、小さな店舗は、鉄鋼の外壁に、放浪のタイルを貼り、内装には、ステンレススチールを用いて、従業員はシみ一つない制服を身につけていた。 ウィチタの1号店が成功すると、同社はカンザス州エルドラードに出店したのを皮切りに、中西部の市場に支店を出し始めた。ホワイトキャッスル8号店は、1927年に建設され、後に改装されたもので、プレハブ工法による建物に、ホーロータイルを貼るというホワイトキャッスルの店舗の典型例である、写真3章。この建物は28フィート、 8.5メートル四方の広さでシカゴウォータータワーに似た外見になるよう作られており八角形の控え壁や銃眼が配された等胸書き外装として施されているアンダーソンはハンバーガー用のバンズとともに組み立てラインとしてのキッチンいくらでも取り替えが効く技術者としてのコックを発明した人物とされておりそれによって 現代のファストフード現象の交流をもたらした。チェーン全体に標準化された手法を用いるというホワイトキャッスルのイノベーションによって顧客はどこのホワイトキャッスルの店でも同じ商品とサービスが提供されると期待することができた。ヘンリー・フォードが自動車製造業でやったことをアンダーソンとイングラムはハンバーガーでやったのである。アンダーソンは引いたばかりのひき肉と 新鮮な玉ねぎを用いる効率的なハンバーガーの調理法を開発した。ひき肉は18個で1ポンド、40個で1キログラムになるように1個がおよそ2 5ムになるように機械でボール状に成形される。ボール状になったひき肉は熱したグリルの上に置かれ薄く切られた新鮮な玉ねぎがトッピングされる。次にこれをひっくり返して玉ねぎを下にする。 それからボールを押しつぶして薄いパテにする。調理中のパテの上にバンズの下半分を乗せ、さらにその上にもう半分を乗せて、牛肉と玉ねぎの肉汁や香りをバンズに染み込ませる。調理後、きゅうりのピクルスのスライスを挟み込んで、サーブする。ケチャップやマスタードなどの調味料は、顧客が自分で加えることになっている。引き立ての牛肉と玉ねぎを使うアンダーソンの手法は、 現在では使われておらず、冷凍された小さな四角いパテ、当初はが供給していたを、グリル状で水で戻した乾燥玉ねぎの層の上に乗せて調理している。非常に薄く作られているパテは調理の間一切裏返されない。当時のアメリカ合衆国では、ファストフードが全く知られていなかったので、今日あるような、この事業を支えるインフラストラクチャーは存在していなかった。 同社は集中化されたパン工場、食肉工場、倉庫などを自ら整備していった。同社が自前でやらなかったのは牛と小麦を育てることだけだ、とさえ言われた。イングラムはそれまでなかった紙帽子を作る機械を開発した。1932年にイングラムは子会社ペイパーリナンを立ち上げ、自社のレストランで使う帽子その他の紙製品や、 その他もろもろの目的に用いる紙製品を扱わせた。1955年、ペーパーディナンは4200万個の紙帽子を生産して世界中に輸出し、2万5000種類以上の製品を製造していた。1934年には、ポースリンスチールビルディングスという子会社が設立され、移動可能なプレハブ工法の鉄鋼製、フレーム構造や、 ホワイトの内外創用パネルを製造するようになり、ホワイトキャッスルのどこの店舗でも組み立てができるようになった、この素材の、こうした使い方は、知られている限り、これが初めてであった。ホワイトキャッスルは、社内向けの広報誌、ホワイトキャッスルオフィシャルハウスオーガンの発行を、1925年11月頃から始めた、当初は、ザ・ホットハンブルガーという使命だった。 広報誌には、従業員から集まる手紙や職場で働く、姿の写真、プロモーション活動の告知、金属25周年表彰や退職の記事、その他もろもろの記事が、地理的なまとまりごとに配置されていた。従業員たちは、他の地域の同僚が成長し、イノベーションを生み出していく様子を読めるので、全員が、会社組織が目指す方向や状況をよくわかっていたと、言う。 この広報誌は、1980年代初めまで、期間で発行されており、一時期は、ザ・スライダー・タイムズという名だった時期もある。オハイオ歴史協会は、ホワイトキャッスルを経営しているホワイトキャッスルシステム、インクに関係する1921年から1991年までの、期間にわたる膨大なアーカイブを保管しているが、 その中には1927年から1970年までのホワイトキャッシュラフィシャルハウスオーガンが含まれている。イングラムの詳細はホワイトキャッスルを成功させただけでなくハンバーガーを普及させたのである。1933年、イングラムはアンダーソンの持ち株を買い取り、翌年本社をオハイオ州コロンバスに移した。同社の株式は 現在も公開されておらず、米国内のすべての店舗は直営である。共同創業者のビリー・イングラムが占めた、同社代表の座は、息子、E.W. イングラム・ジュニア、E.W. イングラム・ジュニア、孫、E.W. イングラムセ世、E.W. イングラム、E.A. と引き継がれた。2001年、創業80周年にあたって、ホワイトキャッスルは、クレイバース、ホールオブフェーム、 どうしても食べたい人の伝道の意を始めた。これは次戦他戦を問わず公募で集まった、どうしてもホワイトキャッスルで食べたい人の話に基づいて、年に一度殿堂入りの受賞者を厳選するものである。例年5件から10件ほどが話が選ばれ、2007年までに64件の話が選ばれているが、これは伝道の開始以来の応募総数の1%にも満たない数である。 イングラムはフランチャイズ化も資金の借り入れも堅くなナに拒んだためホワイトキャッスルのチェーンはほとんどの同業他社に比べ地理的に散在した比較的小規模なもののままにとどまった。米国全体で420店舗ほどが展開しておりその多くは中西部とテネシー州にまた地理的には離れたニューヨーク大都市圏にも一定数の店舗があるがマクドナルドの 全世界で約3万2千店舗とは格段の違いがある。しかし、現在2004年時点、イングラムの彦の台になっている。ホワイトキャッスルは1店舗あたりの収益額が高く、ファストフード業界においてマクドナルドに次ぐ2位になっている。ホワイトキャッスルは、スライダーを30個入れた、クレイブケースと名付けられた箱詰めも販売している。30個という数字は、 同社の標準的なグリルで一度に調理できる数である。一部の店舗では100個入りのクレーブクレートを提供している。これを提供できる店舗は多いが、メニューで宣伝はしていない。毎年バレンタインデーには一定の料金を支払うと、キャンドル付きの二人用のテーブルが用意され、給仕係、サーバーが付く。ホワイトキャッスルは2003年に新たなロゴを発表した。 また、ホワットユークレイブ、あなたが熱望するものの意というスローガンを1994年から使っている。多くの店舗では朝食メニューを朝5時から10時半まで扱っているが、一部の店舗では週夜営業を行う場合に深夜0時から朝食メニューが提供されている場合もある。通常メニューは24時間提供される。一部の店舗では平日は 昼夜営業をせず、平日は深夜1時頃から閉店作業に入り、終夜営業は金曜日と土曜日の深夜だけという場合もある。ホワイトキャッスルの創業地カンザス州一田には現在は店舗がない。創業地に店舗を持っていないファストフードチェーンはごく少数で、当地の住民は店舗の再進出を求めている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。